木曜日ちょっとずれちゃいましたね、はい、ユーストリームをご覧の皆さんこんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリフトオンはちみつロケットです。イエーイ。ちょっとね、はい、今日8時からですけど。そうですね、はい、でも今晩も私たちと一緒に、お付き合いください。はちみつロケットにお付き合いください。はい。じゃあそれではかのんちゃんタイトルコールいっちゃいましょう。はい、じゃあみんなでいきましょう。はちみつロケットの8時まで8ロケドーン。あのバナーあげるって言ったらリアルタイム視聴してくれるかなスペシャル。いやー、すんごい長いタイトルでしたけれども、そうですね、はい、改めましてこんばんは。さっきジェノベーゼそうめんを食べてきました。美味しいです。今日は2時間スペシャルということで、いつも見まして気合が入っている MC 森山です。よろしくお願いします。はい、スマホ版のね FF のアプリが出たので一応やってるんですけど、リセマラがなかなか終わらない人です。今日はね気合が入りすぎるとやばいので気合をね少しだけ抑えながら入れてるミフです。よろしくお願いします。ミフ、うん、はい、ミフ、うん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 、そしてガイの皆さんでーす、はい、じゃあちょっと圧が強いのでこっちから行きましょうか。はい、はいはい、今週もガヤ1番ハリマレーナです。ちょっと髪の毛切ってさらこになりましたハリマレーナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、かぶってんだよ。はい、2番、今日はソーキそうめんとタピオカを頼んできました。おいしかったね。アメミヤカノンです。よろしくお願いします。イエーイ。おいしかった。ガヤ3番、そうですね、今日はあのカノンちゃんと全く同じものを食べてきたので、いつもよりね100倍可愛い、あ、私カメラ100倍可愛いです。よろしくお願いします。誰だよ。あなたイエーイ、やっと私カメラや。はい、ガヤ4番、今日は iPad 係やってます花山翔です。何が見れるのそれで。みんなのコメントだよ。こっちも見れるの。こっちも見れるのだから、ね、あ、ほんとだ。いつもで見れるよ。ちゃんと見てるよ、うん、見てるからコメント待ってる。はーい、よろしく。花山です。チャーシュ、チャーシュ。はい、ガヤ5番、最近甘いものが食べれるようになってきました。君のマイカです。よろしくお願いします。どのカメラだ、こっち、こっちだ。君のマイカです。よろしくお願いします。ね、いちご狩り行ってたもんね。そう、行ったの3年ぶりくらいで。いいな。いいですね。いちご食べ放題。はい、美味しかった。さあね、はい、今夜は8時まで8ロケドンと言いながら8時から8ロケドンなわけなんですけれどもね、10時22時までたっぷり2時間生配信させていただきます。イエーイ。さあね、はい、まあ10時ということで、はい、まあ、お子ちゃまのそらちゃんなんで眠くなるんじゃないの。大丈夫。おい早いよ。寝ないで。大学今日はね頑張りましょう。センターなんで。そらちゃんセンターコメントじゃん。あ、ほんとに。え、じゃあ変わった方がいいんじゃない。あれ、大丈夫じゃない。チェンジで。でも今日は私あの雨宮からと同じもの食べてきたからやっぱセンターそうだな。お願いします。いいね。今夜はね、はい、あのバナーあげるって言ったらリアルバナーね。あのバナーあげるって言ったらリアルタイム視聴してくれるかなスペシャルという題名になっているんですけど、あのバナーってどのバナーって思ってらっしゃる方はね多いと思うんですよ。というわけでね、早速今夜プレゼントしちゃうバナーをご覧いただきましょう。バナーカモン。はい、全部のカメラ見てるから私。いきまーす。今夜プレゼントするバナーはこちら。じゃーん、かわいい。ハルモ突然可愛くなった。やばいやばい、出ない方がいい、出ない方がいい。いいよ、このままの方がいいじゃん。今日これでやろう。うん、今日これでやろう。なんでそんなさ、押すと思った。はい、隠れてる。10万人の張り回しが欲しいであろうこちらの張り回れなのバナーを皆様にプレゼントしたいと思います。イエーイ。まあね、あのそうです、そう、まあなんかビジネスの拍手いただきましたね。はい、あのこれあの、はい、ほぼ、うん、
私たちの等身大バナナなんですよ。そうなんですよ、ね、あのね、リリースイベントで毎回あったと思うんですけれども、はい、このね、あの先に誤解されないように言っときますが、はりまさんだけの分を当てるわけじゃないですからね。そうです、メンバー7人分あるんですよこれ。あ、そうなんだ、はい、あったじゃん、ね、あの7人分プレゼントするんですけれども、さらに、はい、はちみつロケット黄金の死人バージョンと、はい、おかしな私とはちみつの君バージョン、はい、どっちも今夜はね、見たいですか？うん、大丈夫すごい、じゃあ見とくな、どうせハリマなんでしょ、知らないな、わかんない、カノンちゃんかもしれない、カノンちゃん、カノンちゃんならみたいな、お前ハリマかい、あれカノンちゃんにしか見えない、いや、おかしいかぶさるな、かぶさるな、はい、じゃあ、はい、こちらをね、どちらとも、はい、プレゼントしちゃうという、はい、今日はね、豪華なスペシャルということで、こちらこれさ、そう、ライブの時にね、飾ってもらってたんだけど、これ見た時めっちゃ嬉しくなかった、ね、嬉、ね、しかった、ね、すごいよね、可愛いし、ね、そうね、で、ちょっとさ、欲しい、欲しい、欲しい、はい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 、ちょっとあの、うん、話ちょっとずれちゃうんですけど、はい、あの今日ちょっと前にあるこれあるじゃないですか、うん、あのこの、じゃあ左右から順番にして、ちょっと待って、これね、うん、先日、あの私たちあのお菓子あの私あのポニーキャンディー御本社で、ね、あのところでリリースイベントやった時に、あの駄菓子のセットをね、そう準備してくださったんですよ、その時に、ね、そう作ってもらったんですけど、右から順番に名前言って、右から順番にちょっと紹介していただけますか、アメリア、カノンさん、かわいいね、やっぱりかわいい、かわいい、あんま動かさない、動かさない、ダメだよ、ミフちゃん、花山しほちゃん、キミのまいかちゃん、塚本すら、かわいいよ、かわいい、かわいいよ、センターのハリマ、いやあれ最後、これなんだ、なんだ、怖い、これ、なに怖い、あれ、今年最後、それでは、はいはいはい、じゃこれを森アオバさんになぜこうなってしまったのか聞きたいと思います。はい、どうですか、なんか持って帰っていいかなって思って持って帰っちゃいました、勝手に持って帰ったんですか、可愛かったもんね、勝手に持って帰ったんですか、はい、だからちゃんと自分で描きました、そうね、このなんか怖い絵ですが、そうね、もうちょっと可愛く描けたんじゃないかな、え、でもちなみにこれマンジポーズだから、マンジ、そうなの、本当だ、言ってみた、まあちょっと話はずれちゃったんですけど、ね、はいはいはい、そんな私たちにとって思い出いっぱいのこのバナーをプレゼントしちゃうということで、はい、これはね、一緒にデビューイベント盛り上げてくださったロケッターの皆さんへの感謝の気持ちですよね、リーダー、うん、そうですね、やっぱ皆さんがたくさんリリースイベントとか来てくれたり、あとこうやっていい順位をねもらえたりとか、もう本当に皆さんが本当にはちみつロケットを応援してくださるおかげです、本当にありがとうございます、ありがとうございま す、はい、もちろんサインも入れてプレゼントしちゃいます、おー駄菓子かーし、なんだ、おプレゼントはね、これだけではありませんよ、おポニーキャニオンさんでね、リリースイベントをさせていただいたときに、イベントのね、セットとしても使わせていただいた、なんかこれみたいなやつね、これの絵が描いてある押し駄菓子パネルというものがあるんですけど、そのメンバー分ね、あるので全部これもプレゼントしたいと思います、ダランダンダランダラン、怖い怖い怖い、おやつカルパスしか映ってない、あ、こちら、かわいい、こちらです、小川ハリマレーナがもらえちゃいます、なんかね、美化されてるよね、そう、並ぶとやばいね、並ぶとやばいぜ、直筆です、こちらそうね、それもレアよね、1枚しかないからね、うんうんうん、うん、はい、はい、なんでそれはい、まあね、ありがとうございます、あの、これもあげちゃうのっていうくらい、今夜のかぶってる、かぶってる、おい、かぶってるよ、かぶってるよ、もう戻りなさい、戻ってください、本当に、まあね、あの、こんでもあげちゃうのっていうくらい、今日はあのプレゼントは豪華なので、はい、やっぱね、はい、皆さんこれちょっと見逃せないでしょう、そうですよはい、ということで、はい、番組をご覧の皆さんはどうすればこのプレゼントがもらえるのかっていうのはすごく気になってると思うんですよ、はい、ね、八六系のオフィシャルホームページの MC っぽいって MC っぽくないやつここであ、どうして急に、まあね、八六系のオフィシャルホームページの曖昧をあのすでにご覧くださってる方がいると思うんですけれども、ここで改めて、はい、キミちゃん、ちょっと大事なことだから間違えないように台本丸読みでいきましょう、いいの、許されるの、ありがとうございます。台本をわざわざ用意していただいて、はい、今夜は八戸養蜂情報センターにご登録いただいてる会員の皆様と、はちみつロケットがなんとなんと番組内で生電話をする企画があります、おい、はい、会員の皆さん、生電話企画への
遊びすぎないでくださいね。はい、生電話企画へのたくさんのご投稿ありがとうございました。ありがとうございます、今夜はご投稿いただいた方の中からこの後数名の方に私たちが生電話をかけちゃいます。はい、私たちと電話がつながった方は事前に投稿いただいたテーマをお話しください。そしてお話しいただいたその内容に私たちがいいねと7人中5人が賛同すればご紹介した先ほどのプレゼントの中から1つだけ差し上げます。なおプレゼントはあなたの推しメンバーによる抽選となります。推しがくじを引いてくれますが、推しのバナーやパネルが当たるとは限りません。限りません。限りません。そしてなんと抽選くじには1つだけハズレがあるんですよ。愛はいつだって試されるものなの。それ、あ、大丈夫です。台本読んでるから。大丈夫ですか。私たちのドキドキの時間もぜひ楽しんでください。はい、はい、きみちゃんありがとうございました。というわけで、ご投稿くださった皆さん、はいはい、この後私たちからもしかしたら電話がかかってくるかもしれませんよ。そうだよ。準備はいいですか。OK。うん、あれ、じゃあハリマ聞いてくれるの。あ、いいよ。欲しい。ハリマ？うん。え、ハリマ、ハリマはハリマレーナのバナーとハリマレー。うん、ありがとうございます。ずっと思ったよ。まあね、出られなかった場合は他の人へのチャンスに移りますから。はいはい、そうですよ。ね、着信を気にしながらこの番組を、はい、楽しんでいってください。はい。はい、じゃあもう一度おさらいしますね。はい。まず電話をかけます。そして繋がったらそのね投稿していただいたテーマでお話をします。はい、はい、それで私たちに7人中5人のいいねがもらえたらプレゼントゲットになります。でね、このいいねっていうのがいいねポーズとイマイチポーズがあるの。そう、はい、でみんなでやってみる。そうね。じゃあいいねポーズ、せーの、いいね。話がいいねって思った時のポーズがこちら。私たちがする、うん、話がいまいちだったなって思った時のポーズがせーの、いまいち、こちらになります。で、これでいいねポーズがね、5人以上だったらプレゼントゲットですからね。はい、プレゼント。私のいまいちの顔かわいい。ちょっとやってみて、やってみて、やってみて。じゃあ待って、笑っちゃう。あれ、隣の人の顔が可愛いけど、いや隣だな、ね、ちょっと顔見て笑ったでしょ。今隣だな。今スタッフさんが顔見て笑ったとおかしいぞ。これで、はい、プレゼントをもらえることになりました。、はい、そしたらね、プレゼント内容はお尻のメンバーが抽選で決定いたします。で、その中にハズレが一つだけあるので外れちゃうかもしれないということになります。はい、まあね、もし外れたら、うん、空が運が良くなるおまじないやってくれるんだよね。お、なるほど。いいね、皆さん私のおまじないに任せてください。でもさ、これ私がさ外れのくじ引いちゃったらちょっとあれですよね、うん、なんか信憑性が薄くなってしまう。まあまあ、そもそも空のおまじないのあれ、うん、全然信憑性ないですからね、うん、ああ、そんなことあります。しかもあと花山志保の炭水化物占いも信憑性ちょっとないですよね。仲間です、仲間です。みんな信憑性がね、みんな大事ね。あなたが一番ないけどね。本当だよ、信憑性5000万人とか言って、ね、あれ、なんかみんなパネルの方が欲しいって言ってる。あ、本当に。でもね、パネルよりね、バナーの方がね、枚数が多いんですよ。プレゼント内容は、ね、バナーが7人分が2種類、はい、そして、うん、そ押し駄菓子パネルが7人分で合計21種類になります。すごい、あ、こっちか、ね、21種類だよ。この21種類をね、番組中ね、全部皆さんにプレゼントしちゃいますよ。だから21人にプレゼントが渡るわけですよ。そうですね。すごいよね。すごいよ。じゃああれですね、はい、制限時間を設けた方が良くないですか。確かにね、ちょっとやっぱ長々と話してるとハリマレーナみたいになっちゃいますからね。んじゃあなるべ…どういうことですか。ちょっと今滑りましたね。ちょっとね、ちょっとあれれれれれ。まあね、5分以内にお話ししていただいて、はい、いいねをして、抽選をしようね。はい、そんな感じでいいね、終わっていこうと思います。はい、はい、じゃあね、投稿していただいたテーマをおさらいするとこの5つがありました。お、はい、じゃじゃん。ハチロケにおすすめしたい花粉症対策の話、そしてハチロケに聞かせたいリリーベ中のほっこり話、ハチロケにおすすめしたい美味しいものの話、ハチロケに共感してほしいロケッターあるある話、ハチロケにプレゼンしたいメンバーの新キャッチコピーの話し合い。すごいね、どれも気になるけど、みんなどれ気になる。美味しいもの、美味しいものかな。美味しいものが
ね一番ね、皆さんの期待大きいから投稿がね、多かったね。そうなの、一番期待しよう、期待しよう。やっぱね、色気と言ったら食べ物だからね。しかもみんな食べに行っちゃう。そうね、7人で。そうね。だよ。でもロケッターのあるある話もちょっと聞いてみたい、私も。あー、みんなどんなあるある。あ、私ちょっと入ろうかな、じゃあ。で、私もね、似合わないって言われそうよな。どうしよう。じゃあね、ちょっと早速電話をかけてみましょうか。はい。そうですね。ドキドキする。まず、最初のテーマは、ハチロケに教えたい花粉症対策の話。イエーイ。じゃあそれでは最初の方、お電話つながっているでしょうか。じゃあみんなでいきましょう。せーの、もしもーし。はい、もしもし。おお、お名前教えてください。ナッツです。ナッツさん。はい、じゃあそれではナッツさん、じゃあね、ハチロケに教えたい花粉症対策の話をお願いします。もう結構有名な話なんで知ってるかもしれないんですけど、うん、ジャバラっていう柑橘系の果物があるんですね。ジャバラ、ジャバラ、はい、ジャバラ、それがジャバラ、なんかの研究で花粉に効くっていうのが、うん、ジャバラ、ジャバラを食べるの、はい、いので、うんうん、ジャムとか、うんうん、ジュースにしたり、おー、初めて知った、ね、美味しそう、うん、ジャバラ、終わりですか？わかんないの。あと乳製品がまあ知ってる、それ、それ知ってる、うん、めっちゃ共感しとる、わかるよ、すごいためになる。ジャバラのジャムを、ヨーグルトに入れて、うん、あ、いいね、そう、うん、食べるっていうのがすごいいいらしくて、食べるのいいね、食べるの、ね、食べてさ、花粉症治るのよくない、素敵、ね、嬉しい、それは、ね、あの、すいません、終わりですか。僕はその花粉症ではないんですけど、あれ、はい、いいな、そうなんだ、母が花粉症で、あー、なるほど、なんか、食べてたんですけど、かなり聞いてた、マシになるっていうのを、食べなきゃ、ジャバラ、ジャバラ、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございました。では、ナッツさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちだと思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいね。お、7人中7人がいいね、いいね、すごい、おめでとうございます、おめでとうございます。めっちゃためになりました。はい、ナッツさん、推しは誰ですか？キミヌさんです。やった。じゃあちょっと、はい、キミちゃんが、じゃあプレゼントのくじを引いてください。あ、必ずしもキミちゃんのともらえるわけじゃない。あ、じゃあキミちゃんの好きなところ聞いてもいいですか？あ、そうだ、じゃあ、聞きたい。ちょっとできるだけたくさん言わないとキミのくじ引かないよ。引けや。いや、待って。じゃあキミちゃんの好きなところ3つお願いします。はい、うん、意外とその辛いものが好きなところと、あー、切れる、あ、もうないですね、ありがとうございます。じゃあ、キミちゃん、くじを引いてください。照れちゃってるよ、きっと。でもやっぱ照れますよね、緊張しますよね。そうだよね、ちょっと君の足、ちょっと愛をもっと出していこう。じゃあ、私も辛いもの実は好きなんです。私も好きですか？好きですか？じゃあそれにしよう。お、誰かな、なんだ、大丈夫か、ごめんね、一発目で外れです。じゃあもうさ、ちょっとこれ悲しいね、ごめんなさい、ね、ナッツさん、はい、外れです、ごめんなさい、すごく優しそうな、見て、これね、21分の1、22分の1、2分の1、奇跡だね、あなた持ってるね、そういうもんだ、喜んでもらえそうな可愛い一言、そうだね、最後にそれです、さよならを、夏さん、夏さん、告げよう、夏さん、ハズレ引いちゃってごめんね、でも、また当たりを引きに
ちょっとどっかのライブ来てください。わかんないけど。いや、なんだなんだ、なんつさん、なんつさんごめんなさい。いや、話してただけでもすごい。おー、優しい、優しい、優しい。なんつさんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、じゃあね。ありがとうね。というわけで、一発目からまさか外れという想定外ですね、これは。予測すぎるね。ね、じゃあさ、じゃあさ、これから引く人はもう全部当たりやね。そうですね。まあでもこれがかかる、多分あれじゃない、あのかかるか、まずそこがまず運命じゃん、だから今のナッツさんは運がいいんだけどちょっと悪かったってやですね。え、ちょっとソラさん、おまじないやってあげた方がいいんじゃない。おまじないですね、わかりますよ。こっち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 、あ、この子これ私今カメラの方向見てる、これだ。さあ、ナッツさん、ナッツさん、ナッツさん、そんなね、ハズレを引いてしまったあなたへ私からおまじないを唱えたいと思います。ハズレン昔、ハズレン子がいい、ハズレない子がいました。だけど当たる日あるから、その日まで目をつぶって生きてなさい。待って、なんかさ、なんかそれ、さっきしてるね、なんか今いいかな、OK? ありがとうございました。じゃあね、ここからは外れなしなので、皆さんね、ちょっと気をね、緩めながら聞いてください。じゃあ続いての方、お電話つながっているでしょうか。せーの、もしもーし。もしもし。おー、こんにちは、お名前教えてください。ドラクマです。ドラクマさん、はい、ありがとうございます。じゃあそれでは、ドラクマさん、ハチロケに教えたい花粉症対策のお話をお願いします。はい、ですね、僕が住んでた実家がもう辺り一面スニーカー踏んだらけで、そう、そう、もう風が吹くとね、もう真っ黄色な風がもう、吹いてくるんですよ。嫌だ、嫌や、もうすごい花粉だらけだったんですよ。その中で、その中で、僕が、なんとかしなきゃいけないなって、もう花粉症で悩まれてたんで、対策しようと思ったのが、あの、ワセリンを、ワセリン、ワセリン、薬局で売ってるようなあれを鼻の中と顔の鼻の周り、え、待ってよ、ここつけるの。そうそう、塗るんですよ。なるほど。え、スースーするやつ。違う違う違う、乾燥とか、そういうやつね。ワセリン、ワセリン、それをあと、目の周りも塗ると、なるほど、そうするとね、鼻のかゆみとかむずむずとかが収まるんですよ。なるほど、すごいね。待って、それ自分で生み出したんですか。ちょっとネット情報で。あー、でも、あー、ネットか、マイナスポイントだな、それは。私たち初耳だからね、プラス1でちょっと。あ、終わりですか、ドラクマさん。終わりで吉。ここで終わり、もうちょっと話したけど、ここで終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、ドラクマさんの話がいいねと思った方はいいねポーズ、いまいちだと思ったメンバーはいまいちポーズお願いします。せーの、はい、いいねー。7人中6人いいねと。モリリン、じゃあちょっと、え、やっぱさ、インターネットで調べたんですよね。いや、厳しいな。いや、でもさ、初耳ってところちょっと、やっぱり私甘くないので、はい、だってさ、みんな優しかったらつまんなくない。そうやね、じゃあ厳しめに行こう。あ、まあでも結局7人中6人賛成してくれたから、まあもらえるんですけど、おめでとうございます。そうやな、じゃあちょっと厳しめに行こうか。う、ね、ありがとう、ありがとうございます。あ、推しの、推しは誰ですか。カノンちゃんです。あ、カノンちゃん、はい、カノンちゃん、じゃあノンちゃん、ほら一言、ソラちゃんが引いちゃうぞ。うん、当たり引いちゃうぞ。あ、待って、よいよい。当たりってなんだ。アメミヤカノン引くね。じゃあ、はい、ハリマレーナ出ろ、ハリマレーナ出ろ、キミの出ろ。やばい、最悪、黄金のハリちゃん。すごいな。というわけで、ドラクマさんは黄金の七人のハリマをプレゼントということで。可能ですね。やったじゃん。ほら、笑ってるよ。ちょっと嬉しそうじゃない、どうしたの。めっちゃハリマが嬉しそう。ノースと交換してください。ありがとう。というわけで、
じゃあのんちゃんから別れの言葉を。はい、ごめんね、ハリマで。また待ってありがとう、電話してくれて、バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ハリマでしたね。ハリマだったね。びっくり。しかもみんな優しいね、みんないいねって。じゃあごめんごめん、これから厳しめに行く私。待って待って、マジで。なんかダメだよ、優しいだけじゃダメだから、女って分かってる。やっぱインターネットの情報、ちょっとやっぱそうだよね。あのね、誰にでも優しくしてじゃダメよ、ほんと。あ、やっぱそういうのは使い分けないと、うん、じゃあ心を鬼にして。誰、はい、こちらこっちか。違うじゃん。でもさ、そうよね。そうね。まあでも、うん、塗るんだね、ここに。塗るといいんだね。ね、初めて知った。え、ハチロケで花粉症の人は、せーの。はーい。たぶん、すっごい微妙。左鼻だけ花粉症。なんなの、部分的なんですよ、私。前々以外全花粉症。すごいね。え、なんかこの前の放送時までは花粉症じゃなかったんだよ、私。あ、そうなの。そう、この前のさ、手あげるやつあったじゃん、花粉症の、うん、あったね。あれ私、花粉症じゃなかったんだけど、なんかほんと昨日ぐらいから、私、左鼻だけ花粉症になって、めっちゃ辛いんですよ、左鼻だけ。どうすればいいと思いますか。左鼻にだけワセリン入れる、うん、ね、あとなんだっけ、ヨーグルト、柑橘系のメニュー、ジェラーム、ジャバラ。そうそうそう。まあね、ちょっとまだまだこれから話が出てくるということで、はいはい、続いての方、お電話つながっているでしょうか。はい、せーの、もしもーし。もしもーし。こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。シンと言います。シンさん。お、はい、お、じゃあそれではシンさん、ハチロケに教えたい花粉症対策の話をお願いします。はい、僕は花粉症じゃないんですけど、うん、結構有名な話で、はい、お茶なんですけど、お茶、お茶、うんうん、お茶、ベニフンキ茶って知ってます？初めて聞いた。初めて聞きました。ベニフンキ茶っていうのがなんかすごい花粉症に効くっていう話なんですよ。へえ、それはどこで仕入れるんですか？仕入れる。これですか？うん、売ってるんだろう。どこに売ってる？これですね、あの関東ではなかなか見かけなくてですね。おお。あの静岡に売ってます。お、あ、静岡？お茶の関係者。じゃあかなんこちゃんに買ってきてもらう。お願いして。買ってきてもらう。浜松に売ってますよ。あ、そうなんだ。え、それを飲むといいんですか？はい、それ飲むとあの花粉症によく効くっていう。へえ。結構みんな飲んでたりするんですよね。へえ。あ、そうなんだ。はい。終わりですか？試してください。ありがとうございます。もうちょっと優しくして。優しい。やっぱさ、顔がさ、見えないとさ、冷たそうに見えると思うんですけど、そんなことないですよ。はい、怖いよ。はい、ありがとうございます。それでは、しんさんの話がいいねと思った方は、いいねポーズ。いまいちだなって思ったメンバーは、いまいちポーズをお願いします。せーの、いいねあれ？あ、いいねが。いいねが6人。そらちゃん、なんでダメだった？だって静岡まで行くお金がなくて。そういう。いやでも本当にためになるなと思いました。なるほどね。知らなかった。いいねです。ありがとうございます。プレゼントゲットということですけど、推しはどなたでしょうか？君のさんです。やったー。本日2回目ですね。ねえ、すごいね。やったね。じゃあちょっと君ちゃん一言。あ、一言。しんさんに。ここかな？こっちか。うん。しんさん、いつもありがとうございます。お手紙も読みました。これから。はい、引いてください。はい、引いてください。笑ってるじゃん。じゃじゃん。お。お。黄金のミフちゃんです。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。はい、というわけで、しんさんは、はい、みゆちゃんの黄金の七人バージョンのバナーをプレゼントします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、ちょっとお別れの言葉を。ね、これを見終わったら、よく眠っておやすみなさい。なんだそれ。しんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。なんなの、おやすみなさい。聞いて、コメントでね、鼻
な取ればいいじゃんって書いてあって、な取れたら最高でしょって思った。ね、でもお茶いいね、なんか、ね、なんか飲みやすそうだね。すればいいじゃないって書いてあるよ。あ、確かに。確かにそれならいいねだ私。うんうん、楽天じゃない。まあインターネット通販だね。それがある。確かにそれはあるな。いいね。お茶っていいね、でも、ねね、あの殺菌効果とかもあるし ね, ね, ね食べるやつとかいいよね、うんうんうん、大丈夫聞いてた、ね、私は断然薬ですけどね、まあ、そう薬が今っていうのはあるけどね、うんうん、私は今のところ気合ですよ、うん、気合でどうにかなるの、でもなんかさ考えると花粉症になるのかな、ライブ前の花粉対策、ね、花粉症対策、私ダメなんですよ、下向いちゃうともう垂れるので上向きます、うんうんうん、あーライブでターンの時とかあるじゃん、めっちゃ鼻、鼻、うん、え、そう、なんだっけ、あの大宮アルシェさんでリリースイベントやった時に、うんうんうん、強くやったんですよ、その時に、ね、あのもう鼻水飛び散っちゃって、もうなんか動揺して回れなかった、私やばい、まあね、まあね、まあ、そんな話はいいんですよ、そんな話はいいんですよ、はい、あれ続いての方、お電話つながってるでしょうか、はいはい、せーの、もしもし、もしもし、あ、こんにちは、こんばんはか、今気づいた、名前教えてください、斉藤のふです、斉藤のふさん、ありがとうございます、ありがとうございます、それでは斉藤のふさん、ハチロケに教えたい花粉症対策の話をお願いします、はい、実際にこの前僕が買ったマスクの話なんですけど、うん、マスクの話、知ってるかも、はい、ね、うん、花粉を水に変えるマスク、知ってる、この前見つけてびっくりした、何それ、はい、何それ、それそれを、花粉のなんかタンパク質を水に変えてくれるみたいで、すごい、はい、え、効果ありましたか、あ、気になる、いや、あの僕はあんまない。あー、そうだ。うんうん、教えてくれてありがとうございます。はい、あ、そうなんだ。あれ言ってるよね。言ってる。え、効果あるんですか？今聞いたよ。聞いたよ。あ、僕はあんまりって。花粉症じゃないらしいよ。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは斉藤のふさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズお願いします。せーの。あ、みゆちゃん以外みんないまいちだって、あ、私はいいねなんだけど、あ、しゅうちゃんもやばいよ、このままだとプレゼント取れなくなっちゃう、でもさ、やっぱり、ね、せっかくさ、ね、そう電話かかったので、じゃあ、うん、推し聞きますか、あ、そうね、推しはね、推しのいいところを5つ言えたらプレゼント、お、で、推しは、推しが私だったらプレゼントしてあげようかな、はい、斉藤のさん、推しは誰ですか、推しは森さんです、わー、じゃあ森林のいいところを5個ね言いましょう、ね、で、それで私がいいか悪いか判断するんで、はい、はい、怖いよ、頑張って、厳しい、森さんのいいところ、はいはい、はい、そうですね、優しいところ、おお、ありがとう、2 つ目はあとはないじゃんあれあれ出てるの、やっぱ教え隠しだよ、あと10秒ですよ、頑張れ、はい、頑張って、大丈夫ですか、緊張だよね、そうだね、綺麗とか、緊張しちゃうよね、綺麗とか、綺麗、あ、綺麗って言ったら喜びます、綺麗、そうです、はい、もうじゃあ綺麗って言ったからいいですよ、優しい、あ、優しい、私可愛いより綺麗の方が嬉しいんで、推しには甘いんだな、綺麗だ、綺麗、じゃあ行きます、体調ハニボー、ハニボー、はい、お菓子ののんちゃん、私の衣装のかのんちゃんの、バナーをプレゼントということで、斉藤のんさん、わざわざ私のいいところ一つしか浮かびませんでしたけど、何持ってるやん今度あの特典会できた時にいいところたくさん教えてくださいね、お、はい、やった、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。
ございます。バイバイ。バイバイ。じゃあね。ありがとうございました。おお、やった。やっぱり突然さ好きなとこって言われても困っちゃうね。そうだよ、緊張しますもんね。わかる。みんなかかってくるかもしれないなって方は推しのいいところ、好きなところ、八六の好きなところ、はい、いろいろ考えておいた方がいいかもよ、ね、ってい、ね、なんかあの、うん、ここでテーマチェンジということで、あ、次のテーマは、うん、八六におすすめしたいうまいものの話。あ、楽しみ。待ってました。これうちらすんごい気になるよね。そうだね、もうお腹すいた、うん、ね、お腹すいた。常に食べ物のこと話してるよね。やばい、食べ物になったらすんごいなんか口すぼめちゃった。前になっちゃった口すぼめちゃった。口も出てきた。食べたくてね、顎も出てきた。え、今はどんな気持ち。じゃあしょうちゃん、何が食べたい気持ち。私、私はね、お肉が食べたい。今お肉なんだ。なるほど。いいね。なんかさっきさ、ローストビーフ、ローストビーフ食べ放題行ってきてよって言ってた人がいたよ。いいじゃん。いいね。みゆちゃんは今何食べたい。私今ね、なんだろう、あんまりお腹が、あ、でもスコンブ持ってきてます。おお。いつも持って常備してるのね。そうなのよ。ハリマは、ずっとスコンブ。ハリマ、ハリマは塩おにぎり。はい、どうも。つまんない、つまんない。じゃあね、続いての方にお電話つながりましたでしょうか。じゃあみんなで呼んでみましょう。呼んでみましょうじゃないじゃん。せーの、もしもーし。もしもし、こんにちは。こんにちは。あ、お名前教えてください。あ、ショウです。ショウさん。ショウ、ショウさん。はい、ショウさん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではショウさん、八六家に教えたい、うまいものの話お願いします。お願いします。はい、僕熊本出身なんですけど。おお、そうなんだ。ちょっと、皆さん熊本といえば何が好きかなと思って。熊本馬刺し。あれ、熊本、あ、熊本、熊本馬刺し。スカモン、スカ、なんだっけ、スカ、カボス。え、そうなの。熊本馬刺し食べてばかじゃん。おお、馬刺しってね、結構いろいろあるんですけど、うんうん、赤身とか霜降りとか、うん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 、その中でちょっと一番おすすめしたいのが二重子っていう部位なんですけど。何エゴ、何エゴ、二重子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 の、馬の、馬の横隔膜ですね。へー、食べたい。すごい、食べたい。横隔膜、めっちゃ美味しい。すごいね。食べれるんだ。何で食べるのが美味しいですか。醤油とかさ、醤油とか。ですね、九州の醤油がすごく甘くて、それに生姜を入れると、うん、熊本行きて、行きたいね。熊本たくさんライブハウスとかもあるんで、ぜひ来てみてください。いつか行けるように。ありがとうございます。お願いします。では、翔さんの、あ、ごめん。そうなんだ。出てきた。ごめん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 、翔さん。なになに。それでは翔さんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいね。え、あれ、モリリン7人中6人、はい、いいね。私はちょっと賛成できなかった。あれ、なんで僕じゃない。馬刺しに。でもあんまなんか馬刺しってさ、うん、モリリンのこと言いたいだけですよ。モリリンのこと言いたい。7人中6人いいねということで、ね、はい、プレゼントゲットです。おめでとう。それでは推しを教えてください。モリさんです。私じゃん。私、うん、やっとにされた。甘いのか。ごめんね。じゃあ、今度馬刺し食べたいと思います。なんだな。そんな笑ってないよ、マリリ。じゃあ、引くね。はい。ちなみに誰のが欲しいですか。ハリマ、森さんでお願いしたいところです。おー、私、私。翔さん、はい、お菓子衣装のハリマレノです。じゃあ、もうおめでとう。ハリちゃん、しのぎるじゃん。あら、大丈夫、まだお菓子のパネルがあるから。というわけで、はい、翔さんは、翔さんにはお菓子衣装のハリちゃんプレゼントです。おめでとうございます。
幸運になる。じゃあちょっと馬刺し私食べますね。食べて特典会で感想言いようと思います。本当に本当に言ってんのそれ。しょうさんありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ。まだ見ててね。はい、ということで、はい、そうね、美味しそう。馬刺し嫌いなの？え、じゃあ嫌い食べたことない。私もそうよ。違うんです、私食わず嫌いなんですよ。あー、なるほど。でも、馬刺しは美味しいと思う。めっちゃ美味しいよ。しほちゃん、馬刺し好きだよね。え、てか、熊本から取り寄せた前で、すごい。取り寄せて、ともちゃんに誕生日プレゼントしたんです。ベビージュニアの葉月ともこちゃんの誕生日プレゼント、私、熊本の馬刺しでした。すごい。喜ぶ。喜んで言ったの。すごいね。ともちゃんの住所知ってるとか言ってた。知ってた。怖いだろうって。ちょっと、しほちゃん、最近の好きな食べ物は何ですか？カレーパン。え、そうなんだ。今日の昼もカレーパン食べた。食べてた。そういえばなんか、うん、パン屋さんでとりなんかパン屋さん入ったらとりあえずカレーパンをチェックする。美味しいよね、カレーパン。そう、あの、きみちゃんもさ、よくパン屋さん行ってるよね。行くよね。行ってる行ってる。なんかね、毎回明太フランスパンを求めてるのに毎回ね、なんかないんだよね。あった。違う、なんか、今回行ったらあったんだけど、ちょっと違うものに。今日はキッシュ食べてきた。おー、いいね。キッシュ、キッシュ食べてるよ、ね、よく食べてる、うん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 、キッシュ係。キッシュ係、キッシュ、ハリマいつもぐちゃぐちゃになんでもおいしい。そう、なんでかわかんないけど、うん、なんかお母さんに大丈夫だからって言って持たされて全部ぐちゃぐちゃになって。もったいない、もったいないな、ね、じゃあのんちゃんは推し。私はやっぱタピオカですね。あー、いいね。マジで、うんうんうん、あの、ここ3日連続飲んでる。ほんと、めっちゃ飲んでる。私も最近飲んだよ、タピオカ。美味しいよね、タピオカ。みゆちゃんは？私ね、あの、さっきパンの話してたからあれなんだけど、はい、プレッツェルが好きなの、実は。あ、美味しいね。プレッツェル美味しい。なんか、ハートっぽい形してる、なんかパンなんだ。あ、分かった。美味しいね。ちっちゃいさ、おつまみたいなやつじゃなくて、パンの方がすごい好き。美味しいの。なかなか売ってないんだけど、うん、売ってたらぜひぜひみんな食べてみてほしい。いいね。じゃあ、モリリンは？私、うん、全然浮かばない。まあ、私はね、うん、失敗、うん、うどんがいいかな、やっぱり。あ、そうなの。なんかね、ぶっかけうどんが一番好きなんだ。ぶっかけ美味しいね。まあ、もう私のことなんていいんですよ、もう、うん、え、そうなんですか。いつも自分のことしか話してない。じゃあ ね、 ねじゃあ続いての方、お電話つながっていますでしょうか。せーの、もしもーし。もしもし。はい、こんにちは。お名前教えてください。はい、あの、関東のじいさんです。関東のじいさんさん。はい、じゃあ関東のじいさんさん、八路系に聞かせたい。はい、お、はい、しいものの話お願いします。はい、あの、今度滋賀県に行きますよね。はい、滋賀県。そうですね。あの、滋賀県にしかないとっても面白いパンがあるんです。パン、何？サラサパンっていうパンです。あ、サラサパン。知ってる知ってる。なになに、知ってる、知ってます。うんうん、緑のなんか、あの、黄色と緑の、うん、サラダパン。うん、たくあんが挟まってるけど、うん、名前がサラダパンなんです。面白い、面白い。なんかすごいね、サラダパン。サラダパン、パン屋さんでやってるんですけど、うんうんうん、甘いですか。甘いっていうかね、あの、うん、ご飯だから。あ、ご飯系。そうだよね、しょっぱい感じはしますよ。ただね、あの、ご飯で食べてるみたいにとっても合ってます。食べてみたいね。え、うん、気になる。ありがとうございます。では、関東のじいさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちと思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいね。お、全員いいね。あれ、あれ、のんちゃん以外、田中ののんちゃん、いまいち。あ、わかった。なんでなんで。知ってる。食べれないんですよ。あ、なるほど。あんな世界一でもとても美味しいのに、本当に美味しくない。たくあんってさ、うん、ご飯が進むよね。あ、まあね、あの、7人中6人賛成ということで、関東のじいさんにはプレゼント決定です。おめでとうございます。おめでとうございます。関東のじいさんさん、推しは誰ですか？あ、かのんちゃんです。あ、かのんちゃん。残念ながらかのんちゃんはたくあんが苦手な。ありがとう、でも教えてくれてね。じゃあ、私たくあん食べるからさ、パンだけあげるよ。え、でも、でもコッペパンみたいな感じですよね。ロッカーが持ってた前。あ、そうなの？ドジャポが。あらら。どこに売ってるんだろう。じゃあ、あら。
ちゃんです。ここか。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあのんちゃん最後一言、はい、ありがとう。サラダパン食べれないんだけど滋賀で感想教えてください。滋賀で待ってます。ありがとう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。バイ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 。かわいい。バイバイ。バイバイ。かわいいね。いいね。なんかいやー、うん、食べれないんだ。食べれながら、まあ、好き嫌いはあるよね、やっぱ何に対しても。そうだよね。私は、うんうんうん、ね、しがししだけど食べたことないって人もいるよ。あ、ほんと。ね、じゃあこの機会に一緒に食べたいね。お尻に不評のパターンが多いって今回。あー、モリリンといい。モリリンといい。いや、モリリンだ。モリリンだわ。モリリンが一番だよ。なんか全部ちょっと否定しやがって。ね、否定しやがって。すまんすまん。ごめんね。許して。あ、ねえね、あのさ、うん、お、あのさ、うん、電話の時にもしもしって言うじゃん、うん、それってなんでもしもしか知ってる？知らん。もしもし、申し上げる。モースモース。そう、あのモースなんだけど、暗い時とかにね、相手に話しかける時に、うん、自分が妖怪じゃないですよ、人間ですよっていう時に2回同じ言葉を言うんだって。妖怪で同じ言葉言えないの？みたいだよ。だから人間ですよっていう意味で電話する時もモースっていうのを2回もしもしっていう意味でもしもしって言うんだって。へえ、モーシは知らなかった。古典で習ったモーシは。あ、本当？でも妖怪じゃないっていうのは知らない。妖怪は知らなかった。ミフペリアですね。さすがミフペリア。あの、特段と平均だから合ってるか分かんないよ。はい、じゃあね、続いてのあの方、お電話つながっていますでしょうか。せーの、もしもし。もしもし。は？女の子？女の子？あ、今夜初の女の子です。こんばんは。お名前教えてください。あ、ゆいです。ゆいさん。ゆいちゃん。じゃあゆいちゃん、八六系に教えたい。あ？八六系におすすめしたい。うまいものの話をお願いします。はい、あの、私地元が愛知県の豊橋市っていう、ファーストシングルの松井田浩司さんの出身地なんですけど、あ、そうなんだ。そこのカレーうどん、カレーうどん、カレーうどん、カレーはいいよ。で、なんか普通カレーうどんってうどんにカレーだと思うじゃないですか。そうですね。下にご飯ととろろが入って、絶対美味しい。それは美味しそう。の顔弁当も飛び出ちゃった。え、食べたことあるんですか？あ、あります。え、どうでした？どうでした？え、なんか新感覚みたいな。絶対美味しい。美味しい。豊橋にしかないのかな？豊橋にしかないんですか？豊橋。いや、私は豊橋でしか食べたことないんですけど。あ、そうなんだ。ありがとうございました。ありがとうございます。では、ゆいさん、あ、ごめんごめん。ゆいちゃんも乗ってます。あ、ありがとうございます。行きたいね。あ、ゆいさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。はい、せーの、いいねー。やばい、めっちゃいい。絶対いいねでしょ、これは。ね、だってうちは炭水化物大好きだもんね。大好き。美味しい。カレー、カレー最高。ロロ、やばい。全部カレーは良い。はい、というわけで、ゆいさんはプレゼント獲得です。おめでとう。おめでとう。ゆいさん、推し教えてください。アメミヤカノンちゃん。あ、そうだよね。よし、頑張ろう。おー、え、マジで美味しそうだね、カレーの。ねー、いいな。食べたい。すごい食べたい。食べたい。じゃじゃん。黄金衣装の君のマイカちゃん。申し訳、申し訳ないです。ありがとう。ありがとうございます。じゃあね、また名古屋遠征があったら、はい、絶対そこに行きたいと思います。ありがとう、ゆいちゃん。ありがとう。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。あ、まだこれからも見てね。この後見たい。ありがとう。バイバイ。バイバイ。じゃあね。かわいい。ねえ、声が前の声さ伝わる。だったね。え、食べたい。本当に食べたい。だって、だって私カレーうどんにご飯が入ってるって聞いた瞬間、しおちゃんの顔見ちゃったもん。え、え、見ちゃった。私もさ、そしたらすんごいなんか、すごい顔してた。目が飛び出てた。目が飛び出てた。驚くとね、ちょっと。
と出ちゃうんでね。でも食べたいね。でもあれだね、カレーうどんの時は白い T シャツ着ちゃいけないね。そうだね。食べちゃう。みんなはさ、うどんかそばだったらどっち派ですか？そば派。うどん派の人。はい。圧倒的。うどん。うどん。マジでか。うどん。うどん。マジ時と場合。待って、それわかる、時と場合だよね。みゆちゃんそばなんだ絶対。私そば。あ、でもね、おうどんはね、あのお家にある冷凍のやつをチンして何もかけずに食べたりする。かけないの？うん。なんかかけても美味しいよ。美味しいんだけど。そうそうそう、そのまんまの味を食べるのもすごい好き。もちもちしてる。絶対うどん、絶対うどん。続いての方のお電話つながったでしょうか。せーの、もしもし。もう一回読みます。せーの、もしもし。お、分かった分かった。こんにちは、お名前教えてください。ジョニーさん、ありがとうございます。それではジョニーさん、ハチロケにおすすめしたい美味しいものの話をお願いします。ですね、自分は毎年冬になると実家の方に帰りまして、おお、そうなの。アンコウの古し切りというのをする。アンコウ？アンコウ？アンコウ？アンコウ、魚のアンコウ。うん、魚、魚、魚、うん、魚のとかの、うどん、こうの、うどんじゃない、なになに、丸ごと一匹、うん、あのキッチンの天井から針を吊るして、そこに引っ掛けて、一匹丸々捌く。すごい、丸々捌いちゃう。自分で、自分で、だ、あの人を呼んで、おお、本格的や、すごいね。職人さんを呼んでさばいてます。すごいね、なんかザ・日本って感じね。どんな味がするんですか？いや、もう、まあ、これはもう食べていただいて、ぜひ。あ、気になるやつが。うまいですね。お刺身からお鍋まで、まるまる全部余すところなく食べれる。すごい。ちょっと一回食べてみたい。鍋は聞いたことあるかもしれない。すごいね。ね、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ジョニーさんの話がいいねと思った方は、いいねポーズ、いまいちと思ったメンバーは、いまいちポーズをお願いします。せーの、いいねー。あ、あれ、モリリンが、その心は。うん、魚好きじゃない。あー、なるほど。魚好きじゃない。しかも最初なんか、うん、うどんって聞こえたの、私の耳に。だけど、で、うどんって言われて、おって思ったんだけど、うどんじゃないって言われたら、ちょっと気分下がっちゃいます。あ、下がったっていうことね。まあでも、7人中6人賛成してくれたということで、ジョニーさんはプレゼント獲得です。おめでとうございます。おめでとうございます。ジョニーさん、推しを教えてください。推しは森さん。森さん、まさかの。やっぱあれね、あれ、推しに引き寄せた。マジでごめんなさい。ごめん、ちょっとじゃあ引くわ。はい。ちょっと私引くね、私のやつ。そうね。なるほど。これは引かないと。ごめん、マジでごめん。でもさ、やっぱうどんって言われたら気分上がっちゃったんだよね。誰も言ってないよ。誰もうどんとは言ってない。あんこちゃんと言ってたから。ごめん、のんちゃんの駄菓子パネルです。わー、なんでごめんって言ったのね。あれ、ということでジョニーさんはのんちゃんの駄菓子パネルゲットです。イエーイ、おめでとうございます。じゃあちょっとジョニーさん、ごめんね。やばい、無視されてる。あれ、ユンキーになってる。あれ、ごめんね。もしもし。もしもし、ごめんなさい。すいません、電波が。あ、電波が。あの、のんちゃんの駄菓子パネルゲットです。あ、ありがとうございます。私じゃなくてごめんなさい。私でごめんなさい。非常に嬉しいです。非常に嬉しい。じゃあね、これからも私たちのことよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。すまんの、すまない。はい、やばい、なんでだろう、私。次はね、次のテーマに移りまして、はい、リリーベ中のほっこり話になります。おー、
うん、でもなんか私さっきからさ、私のことをしてくださる方に限ってうんって言ってるんだよね。推しに推しに厳しい森さん、うんうん、でもさ、うん、ちょっとさ、ちょっと綺麗とか言われただけでなんか甘くなるよね、うん、そうね、厳しいようで甘いよね。ハリマには厳しいけどね。だから好きな人には厳しいってことですよ。いいじゃない。そうだよね。ねえ、次の、 あのお題は、はい、リリーベ中のほっこり話ということで、はい、そうだね、なんかありますかみんなは、ほっこり話、ほっこり、ほっこり、ほっこり、ね、あのね、なんか、うん、ちっちゃい子がね、こう来てくれたの、うん、特典会の時で、うん、私が一番最後だったの、ね、うん、なんかで、大好きって言って帰ってったの。それはほっこりするね。あーってなった。ほっこりだね、うん、最強のほっこりじゃないこれ。最強だったね。いいね。やっぱり子供ってさ、ほっこりしちゃうよね。ね、かわいいよね。ちっちゃい子はかわいいもんね。ちっちゃい子来てくれたの。仲良くなれた気がする、ちっちゃい子たちと。はい、じゃあね、続いての方にお電話つながったでしょうか。せーの、もしもし。もしもし。お、こんばんは。お名前教えてください。まゆです。まゆさん、ありがとうございます。じゃあそれではまゆさん、八六、うん、に聞かせたいリリーベ中のほっこり話を教えてください。あの他のグループのイベントにたくさん行ってるってことを、うん、話しかけられたロケッターさんに行ったら、あのこの CD タコニチの現場で配ってねって、うん、大量の CD を渡されて、うんで、二次家族をロケッターに運び込むような、うん、重要な役割を任されて、うん、で、なんかすごい嬉しかったです。おー、嬉しかったんだ。え、優しいね。その CD いっぱいくれたんだ、そのロケッターさんが。はい。それをで配ってくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。え、でもさ、すごいよね、うん、そうだね、仲良しだね、みんなロケッター、ね、つながって、つながって、うんうん、ほっこり、ありがとうございます。では、まゆさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいねー。おー、全員いいね。ありがとうございます。全員いいね。いやね、ということでまゆさんは全員で獲得したということで、うん、プレゼントも獲得です。イエーイ。おめでとう。まゆさん、推しは誰でしょう。モリリンです。おー、ついに来たよ、いいねが。おー、推し、やばい、ごめん、なんかちょっと女だから女に優しいのかもね。女の子に優しいモリリン。じゃあちょっと引きます。お、あおちゃんの駄菓子パネルです。まゆちゃん、私の駄菓子パネルゲットですよ。嬉しいです。やったー、かわいい、やったー、かわいい、飲んでくれた、ね、ありがとうございます、なんか本当にありがとうございます。じゃあ、嬉しいね、この生、ありがとう、今見てるのかな。見てます。あ、ありがとうございます。じゃあこの先もずっと見ていてください、私のことを。はい。ありがとうございます、まゆちゃん、バイバイ。あ、お、ありがとうございました。これでした。こちらですね、豚麺の。来た、はい、これが手元に、うん、じゃあまゆちゃん、ありがとう、はい、バイバイ。ありがとうございます。若い子なんだろうね、声が若かったな、ね、これゲットです。すごい、直筆ですか。豚麺美味しいよね。ちびゆずさんの声に似てるねって。あ、ゆずかな。ちびゆず、そうね、あの私たちちょっとあんまり宣伝できないんですけれども、3月25日にリリーベジュニアも、うん、あの新体制で、そう、はい、新体制でライブやると思うので、はい、まあね、ロッカージャポニカもリリーベジュニアも八六家も現場あるんですけれども、はい、そうね、まあ、ちょっとね、目を閉じて考えて、一番に浮かんだこの現場に行くといいと思いますよ。はい、まあ、おすすめはできないですけど、私たちはあるのね。そうね、私たちから滋賀で滋賀じゃないよ、滋賀じゃない、三重で、三重で待ってるよ、ね、そうですよ、4時からだから、うん、待ってるよ、そう、待ってるよ、4時から待ってるよ、うん、はい、ということでメンバーのほっこり話の続きいきますか。じゃあ、あ、そうね、ほっこり話か、なんだろうな、でもやっぱりさっき名前出てきたけど、あの市川ゆずきちゃんが私たちのライブにね、結構来てくれるの、いっぱい 3B のメンバー何人か来てくれたよね、うん、3B のメンバーがいっぱい来てくれるんですけど、ね、嬉しいよね、やっぱり、ね、なんか八六の T シャツとか着てくれたりして、ね、すごい、それがなんかでも、メンバーの
愛が深い。だってなんかクリリンとかなんか歌ってたってなんかダンスの先生が言ってた。なんか本当さ、今日言ってたね。うん、言ってたよね。放課後リフレインだっけ？そう、放課後リフレイン歌ってた。じゃあ買ってくれたのかな？クリリンを買ってくれたってよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。はい、ということで続いての方にちょっとね繋いだでしょうか？じゃあみんなで行きましょう。せーの、もしもーし。もう一回言います？そうだね、うん、せーの、もしもし。もしもし。おー、こんばんは。お名前教えてください。ズッキーニです。ズッキーニさん、ありがとうございます。はい、じゃあそれではズッキーニさん、ハチロケに聞かせたいリリーベ中のほっこり話をお願いします。ですね、うん、はい、ですね、2月12日の播磨麗奈さんの生誕祭の時の話なんですけど、大宮ですね、はい、はいはいはい、待って、緊張してるねの時の話なんですけど、その時に、一部が始まる直前に、言葉が出てこない。もう頑張れ、頑張れ、深呼吸。スーパー。振り回しで何人かで結構集まってて、楽しみだねってすごい話してたんですよ。その時に、入場ちょっと2、3分直前ぐらいで、もともと張り回しで整理番号1桁持ってた人は結構何人かいたんですけど、前の方ね、はい、そしたらなんかみんなで集まってたら他の人の方までなんか残りの整理番号1桁持ってた人が、張り回し生誕だよね、よかった交換しますよ。優しい優しい優しい、優しいね、それ、うん、そう、すごい温かいな、温かいねえ、温かい、ね、ありがとうございます。ありがとう、ね、緊張しながら話してくれて本当にありがとう、ね、ありがとうございます。それでなんかもう、ロケッタさんみんなもう温かいなって思って、ね、嬉しいね、みんなで写真撮ったりして、すごい楽しく過ごせました。ありがとうございます。ではズッキーニさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちと思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいねー。なんかね、ほっこり話はなんか全部いいよね、優しさが溢れてる、嬉しいね。ということでズッキーニさんはプレゼント獲得です。イエーイ、おめでとうございます。はい、ズッキーニさん、推しは誰でしょう？推しは、はい、一応ね、聞かなきゃいけないから。はい、はい、今の声ってことですか？推しです。推し。あ、推し、誰推しですか？はい、ですよね、ハリマレナさんですよね。イエーイ、来ました、ハリマ推し。じゃあ弾いてください。はい、ちょっと彼女の名前が出てきたからね、もうすぐ分かりました、ハリマ推しなんだなって。ズキニは食べれますか？食べれます。食べれますか？よかった、よかった、食べれるって。ね、私ね、ナスの方が好きなんだ。え、そうなの？いきます。じゃじゃん、お菓子のサラちゃん。おー、サラちゃん、ごめんね。なんでよ、ちょっと本当は嬉しいんでしょ、私知ってるから。ちょっとね、苦笑いじゃん、苦笑い。ごめん、やるの、本当にあの、素晴らしくね、もらっていただければと思います。ね、生誕祭、あの、パクンチョすごかったよね。そう、あの、ハリマの顔があるね、パクンチョね、みんなでこうやってバーってロケッタさんが、ロケッタさんがね、みんなドーンってそう、びっくりした、出してて。そう、それではね、あの、ズッキーニさんはあの、お菓子衣装のソラちゃんのバナープレゼントです。おめでとうございます。じゃあ最後にハリマどうぞ。はい、いつも応援ありがとうございます。とても感謝しております。これからもハリマレイナのことを大好きでいてください。はい、ありがとうございます。バイバイ、ありがとう、ありがとう、バイバイ。おー、なん
かいいよね、こういう話ほっこりしちゃう。なんかさ、ロケットみんなさんが仲いいと私たちも嬉しくなるよね、やっぱり。そうね、いい現場で、うん、絆が感じられる、ね、こ、はい、そうね、いい、いいよ、いいわ。みんなが 手つなげるぐらいの仲の良さとかだとすごい、ね、素晴らしい。私ハリオンと手つなげないけど、ね、そうね、みんなで手つないでコサックダンスしてほしいよね。コサックダンスなんですよ。コサックダンスだね、ね、メンバーのほっこり話、ね、あ、聞いて、私ね、うん、あの 3B ジュニアの、うん、あのリーダーである奥澤玲奈ちゃんに、うんうんうん、レーナードしてって言ったんですよ、うんうん、あの、うんうん、なんか作ってって言ったら、うん、なんかやだって言われるかなって思ったら、うん、OK してくれて、でその、3月7日の渋谷丸井さんに来てくれて、うん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 、で届けに来てくれたの、私ね、何作ってくれたの、なんかピンクのこういうポーチすごい洋服なの、めっちゃ可愛いの。なんかチェルのブログ私この間読んだんだけど、推しハリマって書いてあったよ。そうすごいね、なんか手紙もあって、なんか離れてみて分かったけどやっぱり大好きって書いてあった。よっしゃーって、ありがとう、私も大好き。じゃあね、あの続いての方にお電話つながったでしょうか。せーの、もしもーし。せーの、もしもーし。もしもーし。お、こんばんは。お名前教えてください。ノブです。ノブさん、ありがとうございます。じゃあそれではノブさん、ハチロケに聞かせたいリリーベ中のほっこり話をお願いします。はい。今回、何回か行けないところがあったんですけど、その時に、娘が、代わってみゆちゃんのところに行ってくれたり、いろいろやってくれて、すごくほっこりしました。おー、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではのぶさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちと思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいねー。全員いいねー。おー、すごい、なんかいいよね、なんか感情がいい、ね、なんかめっちゃ元気、ね、ね、ありがとう。ということで、のぶさんはプレゼントゲットです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、推しを教えてください。え、みほちゃんです。おー、ありがとうございます。すごい、ね、娘さんは誰推しなんですか。ちょっとダメですよ、ダメです、ダメです。ノブさんだけなんで。ノブさんだけです。あの、参加禁止です。参加禁止です。笑ってるわ。賑やかな家族だな、ね、親子の絆がすごい感じられますね。すごい、いいね、親子って。黄金のしほちゃんでございます。あの、あの、聞いてなかったんですけど、娘さんの推しは誰ですか。娘さんの推し、しほちゃんか。しほちゃん。あ、じゃあ娘さん、じゃあ娘さん、でも、ね、あれですもんね、娘さんがたくさんの並んでくれたから、じゃあそれのご褒美で、ご褒美ですね。はい、そうですね、はい、ということで、のぶさんは、はい、しほちゃん あの黄金の7人の方のしほちゃんのバナープレゼントです。ありがとう。じゃあ最後にみほちゃん、どうぞ。いや、でかいじゃん、ね、もう本当に来てくれてる時はもういっぱいいっぱい幸せになってもらうので、寝来れる時はいっぱいいっぱい楽しんでね。ありがとう、いつもありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃあバイバイ、おやすみね。バイバイ。あ、この後も見てね。まだ聞くよ。ありがとう。優しいね。ね、いいね。嬉しい。そう、毎日が明るそう。ね、家族がすごい。家族絶対明るそう。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いやーねー、しほちゃん、しほちゃん、まさかの娘さんのプレゼントみたいになっちゃったけどね。そうね、ちょっと一瞬ね、入りかけましたけど、参加してきてるね。ほら、倒れてきてる、バラエティー班が。あらららららら、バラエティー班だけじゃん、倒れてきてるの。大丈夫。なんで4、5、6、7さ、なんかそういうとこあるよね。そういうとこあるよね。まあ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 、じゃあね、うん、あの、小玉さんがね、あの、ちっちゃい子がすごい、うん、なんかリリベチに増えたっていうか、うん、あの、なんかね、おかしな私とハチミツの君を歌ってると、すごいなんかノリノリで入ってきてくれるんですよ、みんな。そうね、あとお菓子衣装が多分さ、可愛らしい、なんかお姉さん、歌のお姉さんみたいな、ね、お菓子
し配ったりとかもリリーベ中にしてるから ね、なんかそれも嬉しいよね、ちっちゃい子がたくさん増えてくれる、一緒に踊ってくれる子いいよね。いやでもちっちゃい子に限らず本当にロケッターさんが増えたかなって私すごい思う、嬉しいよね、嬉しい、ありがとう。じゃあちょっとそろそろね、次の方にお悩みはつながっていますでしょうか。せーの、もしもーし。もしもーし。お、こんばんは。お名前を教えてください。あ、大金です。あ、大金さん、ありがとうございます。それでは大鎮さん、はい、八路系に聞かせたいリリーベ中のほっこり話を教えてください。はい、この間の大阪万博公演のライブの時に、たまたま、あの見てきた、あの見ていた、おばさんに、あのこれってあのどこのグループなのって聞かれて、あのモノクロの妹君で、今度あのメジャーデビューするハチミツロケットっていますっていう風に宣伝したら、あなた関西弁じゃないけどどっから来たのっていう風に関西弁に聞かれて、あの千葉から応援しに来ましたっていう風に言ったら、そんなに遠くからでも見に来たいアイドルってすごい愛されてるんやねっていう風に言われて、すごいあの嬉しかったし、あの遠征してよかったなと思って、ほっこりしました。ほっこり、ありがとうございます。ありがとうございます。では大鎮さんの話がいいねと思ったメンバーは、いいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいねー。ということで大鎮さんはプレゼント獲得です。おめでとう、おめでとう。推しを教えてください。推しはみゆちゃんです。ありがとうございます。みゆちゃん、じゃあみゆちゃん弾きますか。はい、みゆちゃんのどんなところが好きですか。みゆちゃんの好きなところ、まず可愛いところと、ダンスが上手いところと、間違えるけどね確かに間違えるけどね、まあとやっぱり性格がいいなっていうふうに思ってます。嬉しい、それはあるな。そうそうそう、いや、私の時全然出てこないあれ、ありがとう、ポンポン出てくるじゃん。じゃあ、みゆちゃんお願いします。はい、ねー、ではプレゼントは小川ののさんです。ごめんなさい、ありがとうございます。お電話してくれて、好きなところもいっぱい言ってくれてありがとうございます。めっちゃ嬉しい、じゃあ最後に、最後に雨宮かのんの好きなところ。あ、いいよ、言っとこ聞きたい、聞きたい。あれ、まあまあ、あれ、やっぱ推しにあんなにポンポン出てきたのにまさかのないっぽい。待って、笑って、笑って、ごまかした、ごまかした。もういや、もうはい、じゃあさようなら。はい、ということでみゆちゃん一筋だもんね。バイバイ、バイバイ、ありがとう。おやすみふう、どんまい、どんまい、どんまいのんちゃん、そういう人もいるんだよ。そうだよ、世の中の全員が可愛いと思うな。もう全然膝と増やしに行ったね。私のバナーもらうんだからさ。そうだね、今度からやっぱバナーの人のいいとこもさ、やっぱさ、そうそう、聞いていかないと。八路気配が試されるよ。ね、そうだよ、そうだよ、そうだよ。でも推しの時も出てこなかった人いる。私根に持ってるからね。それは違う、それは違うの、照れてたんだって。お尻に似るんじゃない？ちょっと蜂のスタッフしっかり、頑張りまーす。大丈夫？蜂のスタッフはスタッフワットペー。でもさ、あの蜂のスタッフのあの T シャツみたいなやつ、可愛いと思う。でもあれはね、蜂のスタッフしか着れないから、私たち着れないんだけど。そうなんだよね。はい、ということでちょっと、はい、ちょっとね、あの頭をちょっと下げながら来ました。はい、ということで続いての方に繋がったでしょうか。せーの、もしもーし。ワンモアタイム。せーの、もしもーし。せーの、もしもーし。もしもーし。あ、こんにちは。お名前教えてください。ラスビーパープルと言います。お、ラスビーパープルさん。
ありがとうございます。それではなすびパープルさん、八六に聞かせたいリリベ中のほっこり話お願いします。はい、リリベ中に新しくファンになった人のエピソードなんですけれども、はい、ある方が大宮のリリベで初めて奥さんを連れてきたんですね。でその方はその奥さんの人はモノノフでアーリン推しの方なんですね。はい、でまだその大宮の時は奥さんはまだ八六家をよく知らない人で、旦那さんが、まあ、八六家見てほしいからってことでこう頭を下げて一回見てほしいってことで連れてきたみたいなんですね。ありがたい、すごい。はい、で大宮の一部だけじゃあ見て帰ろうと奥さんは思ってたんですけど、そんな話を、まあ、その旦那さんと奥さんからリリーベ始まる前に聞いてって、でリリーベが始まって自分もその話を聞いてたの忘れてて、終わるまで忘れてたんですね。そしたら終わったら奥さんが自分のところにすっごい勢いで走ってきて、すごいこう笑顔で、推しが決まりましたって言われて、そしたら君野さんをどうしても見ちゃうんです。どうしても見ちゃう。ライブ中もたくさんくれてもう嬉しくてって泣きそうな感じで喜んでて、なんかそんな場にこう自分も立ち会えたのがすごい嬉しくて、嬉しい。で今はもう旦那さんよりなんかすごい熱持って応援してるんですよ。あらまあらら、すごいなと、本当に嬉しいなと思います。ありがとうございます。嬉しいね。ではなすびパープルさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいねお、やっぱこれは全員いいねだね。いいね。ということでなすびパープルさんプレゼント獲得です。おめでとうございます。はい、なすびパープルさん推しは誰でしょう。塚本そらさんです。おー、そらちゃん。じゃあそらちゃん、はい、ちゃん何が出るかな。どこでそらちゃんの好きなところは。そらちゃんの好きなところは、面白いところと、店長が笑ってよ今。ちょっと何眉毛、肌が黒いところ悪口やん。え、ちょっともうあげなくていいんじゃない。ちょっとさ、あげないからな。店長、待って、一番最初に面白いところって出る。ちょっともうちょっといいこと言って。面白いことと、はい、可愛すぎるところ。いやー、よく言った。はい、そしてプレゼントは君ちゃんパネル。あらららら、奥さんに。もしかしたら奥さんに。はい、じゃあさ、やっぱじゃあ君ちゃんの好きなとこも言ってこうかな。そうだね。君ちゃんの好きなところ。好きなところは、はい、顔が丸いところ。なんかさ、すごい。ちょっとディズニーはあげないよ、本当に。あげないよ。いや、普通にさ、なんかさ、ちょっと可愛いところとかさ。もう一個行こう、もう一個行こう。可愛いところ。もう一個。目が可愛い。はい、はい、はい、ごちそうさまでした。部分的なところ行ってくるね。なすびパープルさん、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。はい、頑張ってね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうした、待ってね、ちょっと待って、ごめん、待って、行けるから。突然テンション上がったじゃん。待って、ね、それな、さっきからやったも、たこ焼きだったの、うちら。そうなんだ、たこ焼き大量買い。たこ焼きうちら大好き。縁があるね、やっぱり。いや、ということで、じゃあね、じゃあちょっとたこ焼きで盛り上がってるところなんですけど、ちょっと次のテーマに移りたいと思う。はい、お前も入ってくんな、視界に。食べれないで、はい、じゃあね、次のテーマに移りたいと思います。はい、次のテーマは86に共感してほしいロケッタアルバル話。おー、
これすごい気になる。ね、気になるね。ね、何があるんだろうね。なかなかこういうのって聞く機会ないから、ね、そう、私たちロケッターじゃないから、やっぱりいただきます、先にいただきます、食べちゃう、いただきます、はい、食べちゃってください、痛いよね、食べちゃってください、ね、あるあるね、え、でもうちら、うちらあるあるは、あ、八ロケあるある、八ロケあるあるは、なんか、なんだろうな、食べ物はすべに、なんか、なくなっちゃうね、すぐに、あ、店長、ありがとう、ありがとうございます、いただきます、食べ物目の前にすると何もできなくなると思うから、うん、あー確かに、ね、食べ物に集中しちゃうよね、うん、そうね、あ、お、ちょっとお電話がつながったみたいなので、みんなちょっと一緒に行きましょう、うん、せーの、もしもし、もしもし、こんばんは、お名前教えてください、ナチさんってことに、ごめんなさい、もう一回ですか、ナチさんです、ナチさん、ナツパン、ナツパンさん、はい、そうです、ありがとうございます、ナツパンさん、それではナツパンさん、ハチロケに共感してほしいロケッターあるある話をどうぞ、この前、うん、あのハチロケのリリースイベントの後にちょっとライブロックになって、うん、別のアイドルグループさんのライブに行ったんですよ、うん、そしたらそのあのアイドルの人が楽しんでてくださいとか言った時に、うん、ハチロケの影響で、あ、シャンシーって、あー、なるほど、はい、これはね、確かにこれ見てな、あの見てくださってる方々もあるんじゃない、うん、確かに、ね、それはサイって言いたくなっちゃうこと、私もすごい先生とかになんか、うん、持ち物も提出物持ってきてください、うん、サイって言いそうになっちゃう、わかるわかる、そうだよね、やっぱみんなハリマレーナ中毒にかかってる、なんでそこで静かに、あ、ちょっとナツパンさん、でもでもでも本当に言っちゃったことあるもん、ミフ、うん、え、あの私、はい、ありがとうございます、じゃそれではナツパンさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします、せーの、いいね、お、みんないいねじゃない、みんないいね、やっぱこれはあるあるだよね、わかる、わかる、すごいわかる、日常会話でも言っちゃうもんね、うんうんうん、ということでナツパンさんはプレゼント獲得です、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、誰推しですか、ひこちゃん推しです、おお、やった、初の花嫁推しだよ、おめでとう、やっときた、イエイじゃあしょうちゃんちょっと、はい、聞きます、しょうちゃんの好きなところお願いします、初めて聞くこれ、もう全部が可愛いです、まあそうだよな、女の子っぽいもんね、じゃあしょうちゃんいいよ、聞きましたよ、はい、しょうちゃん駄菓子パネル、おめでとう、おめでとう、おめでとう、台の上に置かないすごいすごいね、推しが当たりました、ということでナスパンさんはしょうちゃんの駄菓子パネルゲットです、おめでとうございます、おめでとうございます、じゃあ最後にしおちゃんちょっと一発、うんうん、そうだね、いつも応援してくれてありがとうございます、このパネルとともに、あ、こっちね、このパネル、しおちゃんのお菓子パネルでお菓子を食べながら過ごそうね、そこは炭水化物じゃなくて、でもお菓子だからやっぱりお菓子にも愛されるアイドルになりたいじゃん、はい、夏場さんありがとうございました、ありがとうございます、バイバイ、じゃあね、ありがとうね、また見てね、ありがとう、はい、おめでとう、さあさあね、12人目ということだったんですけど、13人目かな、これ、うんうんうん、じゃあちょっと終盤に近づいてきてるんですけども、メンバーあるあるの続き、ね、なんだろうな、メンバーあるある、なんだろう、あ、あれこれ言ったっけ、あのメンバーとね、スタッフさんの LINE があるんですよ、みんなのね、グループ LINE が、ね、そうで、スタッフさんに何々高校ですっていう連絡があった時にね、みんなスタンプで返信をするんですよ、うん、でもそのスタンプが可愛くないの、あのね、誰が一番可愛くないかっていうとしおちゃん、うん、今可愛いって言われてたけどスタンプが全然可愛くないでもね、聞いてほしい、あのそのスタッフさんになんか、なんかあの私がその見ましたってことでスタンプ押すじゃないですか、うんうんうん、そしたらその私が書いた後にもう少し可愛いスタンプ使ってくださいって言われるの、絵文字もなんもないの、今来た今来たでもね、その辺で何回も言われてんの、なんかね、可愛いスタンプ、ね、可愛いの貼ってくださいって言われたで、その後に送るスタンプもあんまり可愛くないやつっていう、そう、そうじゃん、可愛くない全然、うん、ねえ、いやでもキミちゃん可愛いよね、スタンプ、キミちゃん ね、ちょっとね、でも言葉があれなの、なんかゲスクマっていうスタンプを
めっちゃ持ってる、君の。あ、そうなんだ。可愛いの、なんか可愛い顔してるくせに下水ことを言うの。へえ。え、なんかけたたましいスタンプとか使う人多いよね。あ、あの、のりさんとか。かのんちゃんの、そらちゃんの。ずっと動く関西弁だから。はい、じゃあ続いての方につながったようです。せーの。もーしもーし。もしもーし。お、こんばんは。お名前教えてください。トーマスです。トーマスさん、ありがとうございます。それではトーマスさん、ハチロケに共感してほしいロケットあるある話どうぞ。ハチロケのコイメラ、うん、コイメラの、コイメラの、告白して今すぐにっていうところがあるじゃないですか。ありますね。そう、そこの、うん、あとそこの後に、うん、どうしてもそのロケッターの方が、特定の方がコールを入れるじゃないですか。ああ、はい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 。そう、どうしてもね、そのコールをする人を見ちゃうのね。あステージを見るんじゃなくて、大好き、あ、来るぞって思って見ちゃう。なるほど、今すぐにってカノンちゃんの場所なんだけど、それに対してコメ、ね、コールをしてるロケターさんを見てしまう。ロケターを見ちゃう、なるほど。私も見ちゃう。私たちも声すごいたくさんいつも聞いてるよ。今日元気だなとかね。そう、あ、来た来たって思ってる。なるほど。ありがとうございます。ではトーマスさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちと思ったメンバーはいまいちポーズお願いします。せーの、いいね。あら、どうしたどうした、なんで、うん、私のパートじゃないから。あー、なるほど。もう自分中心。なんか私のパートじゃないから、なんか耳に入ってこなかった。なるほど。私いつもそれ聞いてる。私も、うん、でもステージ、え、そんな見る？私たちほら横向きで横向いてるから見れないのよ。私全然 見たことないよ。そう、横向いてるからね。そう、見れないもんね。そうそうそう。でも聞こえますからね、声だけ、うんうんうん、いつもそこだけ集中して聞いてる。でも次はちゃんとのんちゃんのこと見なきゃダメです。まあ、そうだよ、のんちゃんのこと見てないってことだな。そうだよね、のんちゃんも見てね。見てよ、見てよ。というわけでトーマスさんはプレゼント獲得です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ、はい、トーマスさん、推しは誰ですか？誰でしょう？推しはアイラです。え、ちょっとじゃい、ここハチロケですよ、ちょっと。ハチロケで C って言うな、C って言うな。はい、じゃあ、はい、切りますよ、もう。切っていいですか？すいません。誰でしょう、推し教えてください。じゃあ、アイラと一緒に頑張ってるカノンちゃん。おぉ、それがチンコ3で。見てないのかい、カノンちゃんを。じゃあって何、じゃあって。アイラって恋メラの時見てないんだよね。見てないって。じゃあ、ノンちゃん。うん。じゃあ、アイラのいいところ言って。うん。あ、食べていいよ。アイラのいいところは何？アイラちゃんのいいところ。今何なんてれてんの、ね、あれ、あら、あ、聞きたいな。アイラのいいところ。うん、または私のいいところ。はい、早くしてください。ん、はい、どうぞ。はい、はい、じゃあプレゼントは、応募衣装のそらちゃんの、ほら、じゃあ、はい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 、じゃあ私の可愛いところ一つで良いから言いなさい。これ笑ってごまかさくて、鹿が似合うとこかな。鹿、あー、懐かしい、懐かしい、昔から知ってます。知ってるじゃん。はい、トーマスさん、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとう。ちょっとね、皆さんお時間の方がちょっと あれなのでね、ちょっとシュン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 しましょう。そう、あの鹿っていうのはね、ソラちゃんが前ね、髪の毛長かったんですよ。そうよ。それで切った時にやっぱりね、みんなにバーンって悪いに見せたいじゃない。それで鹿のね、なんか被り物みたいなのを被って出たことがあったんだよね、うん、それのことです。ねえ、ことです。懐かしいね、うん、ね。いやでもね、ロケットあるある、カノンちゃんのこと見てないからダメです ね。あら。そうね、私、うんうん、なんだ、ハチロケあるある、うんうん、なんだろうな、私はね、うん、なんだろうな、ハチロケあるある、あれはだいたい支度とかが終わる順番が決まってる。それはでもどこも同じよな、うん、ああ、うん、そっか、うん、あるあるって難しいね。あるある、なんかもうあるあるは自分たちの中で当たり前だからなのかな。言われるしか気づかないのかもしれない。あ、そっか、うんうん、なるほど、まあ、でも食べ物に関することばっかだよね、うん、今もほらこうやって、う
食べると静かになっちゃうの、ハチロケ。あ、それあるある。あ、確かに、いつもすごいうるさいの、食べ物が来ると集中しちゃう。じゃあね、あのお電話つながったということで、じゃあみんなで行きましょう、うん、せーの、もーしもーし。もしもし、あ、お、うん、こんばんは。じゃあちょっとお名前教えてください。はい、ヨウイツロです。ヨウイツロ、うん、じゃあヨウイツロさん、ハチロケに共感してほしいロケットあるある話をお願いします。はい、ハチロケのイベント終わった後って結構みんなで、あの、友達と飲み行ったりするんですけど、うんうんうん、ね、その時に自分結構、あの、普段って甘いお酒って飲まないんですよ、うんうん、なんだけど、その時だけちょっとそのレモン蜂蜜サワーとか、ね、うん、嬉しい、とか、うん、意識高いね、うんうん、ちょっと頼んじゃいがち、嬉しい、うん、そうなんだ。それあるあるだと結構嬉しいよね。嬉しいね、嬉しい、ハチロケ好きじゃん、ね、ありがとうございます。では、ヨウイツローさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズお願いします。せーの、いいねー。お、みんないいねだ、うん、やっぱ嬉しい、それはね、うん、私生活にハチロケを持ってくるっていうのすごい、ね、嬉しいね、うんうん、じゃあ、え、でもそのあれでしょ、飲み会もハチロケのことを語りながら飲んでるんでしょ。あ、もちろんもちろん。おー、あー、嬉しい。カタロケ、カタロケだね、カタロケ。あ、いいね。はい、じゃあ、カタロケった、ね、いいね獲得ということで、プレゼントゲットです。おめでとう、ありがとうございます。じゃあ、よいちろさん、推しは誰ですか。推しは、マイカちゃんで。お、え、でもさ、知ってますか、君のハチミツ嫌いですよ。そうだよ、そうそうそう、ごめんなさい。やっぱ、多分これは君の推しだから知ってたと思う。あ、そうだね。そう、じゃあ君ちゃん引いちゃってください。ちょっと頑張るね。君のの好きなところ一つ言ってください。じゃあ、え、一つ、うん、え、ダメだよ、三つ、うん、引き終わるまで。あ、いいですか。はい、どうぞ。笑顔がすごい人懐っこくて可愛い。はい、二つ目は、あとダンスがすごい綺麗で、うん、じゃあ三つ目は、あとは意外と食欲旺盛なところが、そうですね。いや、分かってらっしゃるね。引いちゃってください。はい、巻きで、いやじゃじゃじゃん、もう巻きで。そらちゃんの駄菓子パネル。あ、うん、じゃあそらちゃんの好きなところ一つ言ってください。そらちゃんの好きなところ、はい、元気で可愛い。あ、元気だった、また長くした、嬉しい、嬉しいです。よう、一郎さん、本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。いや、だってさ、私さっきまでさ、うん、なんか眉毛が濃いとことかさ、ちょっと鹿が似合うところって言われてきてたからさ、ね、ちょっとやっぱ嬉しいよね。でもさ、ハエなんかもう時間限られてきてるっていうのに、この人全然引いてくれないんだもん。そんなこと嫌いなのかな。じゃあちょっと今からパッパパッパといきましょう。じゃあ、ね、手早く手早く頑張ろう頑張ろう。そうだな、そうだね。でもさ、これさ、うん、あれだよね、嬉しいよね、うん、でもさ、大きすぎてどこに飾るのって感じしない。ああ、ね、なんかね、ロケットあるあるね、うん、ハチロケの養蜂場のプロモーションが表示されるんだって、多分検索してて、うん、ハチロケの、ハチロケじゃない、ハチミツの広告がよく出てくる。あ、なるほど、そう、あ、なるほど、ね、なるほどね、そうそう、だってあの広告みたいなのに、広告がハチミツ系がそれくらいハチロケが出てくる。嬉しいな、すごいね。そうなんだ、うん、ね、嬉しいね、ハチロケあるある。あと何があるんだろう。私昨日の夜のヨーグルトにハチミツ入れました。あ、私もね、私も今日のね、うんうん、昨日のね、朝にね、ハチミツヨーグルトだった。一緒だ、いいね。何が高いね。ハチミツって何に入れて食べるのが美味しいんだろう。カレー、あー、カレーに入れる、ね、甘くなるよね、はい、で続いてのお電話つながりました。せーの、もしもし。せーの、もーしもーし。せーの、もーしもーし。もちもち。おー、こんばんは。もし。お名前を教えてください。全力トラネコです。おー、全力トラネコさん、ありがとうございます。はい、じゃあ、全力トラネコさん、ハチロケに共感してほしいロケットあるある話をお願いします。非常に多分一番多く集まってる話だと思うんですけれども、みんなが自覚している
ロケッターのリズム感が長すぎる。あー、なるほどね。なるほどね。そうですね。で、まあ、今回あの新曲でおかしな話、うんうんうん、私とはちみつのピン、まあ、クラップルが入ったりとか、うん、ももクロの数々のカバー曲、はい、うん、なるほど。あと、そうですね、あとモリリンの自己紹介、まあ、最近あまり聞かないですけども、あクラップルのリズムが、はい、まあ、すごく早くなっちゃって、うん、モリリンが怒られちゃったりとか、はい、難しい。みんな努力はしてるとは思ってるんですけども、うんうんうん、なかなか進歩が見られないなと。あね、全力トラネコさんは誰目線で言ってるんですか？全力トラネコさんは誰目線でそれを言っおっしゃってるんですか？あ、もうもちろんロケッター目線で。ああ、ありがとう。反省もして頑張ってはいるけど、ですよね。分かってるかなっていう。分かってます。いやいやいや、私も分かってるんですよ。なのに、ね、ちょっとね、まあ、やっぱそうですね、確かに早いよね、ちょっとね。じゃあちょっとみんなで今度リズム界大会とかなってさ。待って待って待って、それは君の面。みんなでさ、太鼓の達人とかしたらさ、よくなるのかな。え、知ってる、太鼓の達人って意味ないんだって。話がずれてるよ、ずれてるよ、ずれてるよ。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。全力トラネコさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいねー。お、みんないいね。やっぱこれはみんな思ってるんだね。話しながらね、結構。いや、ということで全員いいねということで、うん、プレゼントゲットです。おめでとうございます。推しは誰ですか？でも名前からしてそんな感じがした。じゃあみふちゃん引いちゃってください。はい。いやでもさ、このさクラップの話はさ、もう努力されてますからね、皆さん。え、でも結構クラップしてくれる方も嬉しいよ。言えないよね。のですよ。じゃじゃ、あ、私キミちゃん率が高いみたい。 おかしい衣装のキミちゃんのバナーを全力とらねこさんにプレゼントしちゃいます。おめでとう。じゃあみふちゃん一言。はい。でもあのクラップしてくれることがすごい嬉しいから、うん、あのみんなでね反省してくれるのも、うん、嬉しいんだけど、でもやっぱりみんなで楽しいライブができるように私たちも頑張るから、うん、あのクラップがどうなっちゃってもみんなで盛り上がって楽しもうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。おやすみふ。じゃあね、ちょっと、ここでちょっと残り何個かあるかちょっと確認してみようと思います。いきますよ。そうね、1,2,3,4,5 5枚。お、ラスト5枚。じゃあちょっとちなみにまだ呼ばれてないものがあるっていう人誰？はい、呼ばれてないもの？わかんない、わかんない。君のもわかんない。多分私バナーどっちも残ってると思う、まだ。え、まずね、はい、うん、お菓子のしほちゃん、うん、しほちゃん、あばばばばばばば、あちちちゃん、あばばばばば、お菓子のあおちゃん、うん、残ってる、しほちゃん、もりりん、もりりん、そして黄金のあおちゃん、うん、残ってんだよね、しほちゃん、もりりん、二つ、駄菓子パネルのはりちゃん、お、うん、はりちゃん、しほちゃん、もりりん、はりま、そして、うん、え、みふーちゃんの駄菓子パネル、うん、お、じゃあわしはないや。でわしもないや。かなちゃんもない。わしもないね。はい、ということで、はい、ちょっと最後のテーマに行きたいと思います。はい、八六にプレゼンしたいメンバー新キャッチコピーの話し合い。これすごい気になるね。気になる、新キャッチコピーか。え、なんか私この間ブログのコメントで、うんうん、なんかキャッチコピーをなんかイケメン女子に変えた方がいいんじゃないかっていうコメント来ました。イケメン女子、イケメンキャッチ女子ってちょっとみたいな。あ、なるほど。まあ、ちょっとね、次の方に繋がったみたいなので、ちょっと聞いてみましょう。はい、せーの、もーしもーし。せーの、もーしもーし。もしもーし。こんばんは。お名前を教えてください。福井です。福井さん。はい、福井さん。そうです、福井です。あ、ありがとうございます。それでは、はい、福井さん、八六にプレゼンしたいメンバー新キャッチコピーの話し合いどうぞ。はい、ですね、全員分考えたんですけど。おー、すごい、すごい。一番自信があるのが、うん、しほちゃんなんですけど。しほちゃん、私、しほちゃんって、あの
結構ライブで汗かきやすいって話してたじゃないですか。あ、そうね。誰よりも早くかきます、大量に。なんで、うん、あの汗もしたらいい女っていうの。おお、いいじゃん。なるほど。いいね。汗もしたらいい女、うんうんうん、払いましょうです。よくない？おお、いいね。え、めっちゃいい。流れ星乗ってきたよりはいいと思う。ねえ。流れ星まあそれは誰だってなるもん、ね。流れ星に乗って。ありがとうございます。なるほど。嬉しい、めっちゃいい、ね、めっちゃいい、うん、いやそれでは福井さんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちと思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいね。いやこれは良い、いやこれは良い、ね、すごい、いいね。3年くらい前に教えてほしかったということで福井さんプレゼントゲットです。おめでとう。いやーねー、すごいね。じゃあちょっとそんな福井さん、推し面は誰ですか？推しですか？うん、推しはカノちゃんなんですよね。あー、そうなんだ。はい、じゃあカノちゃんの新しいコピーは何？ね、何だ考え、ね、他のメンバー考えてくださったって。あ、まあ、カノちゃんはもうそのままなんですけど、うん、八六のセンターって名前でいいんじゃないかなって。あ、そうだ、そうですよね。伊達をハリマ、あ、ハリマ。じゃあ、ちなみにハリマレーナは、ハリマさんは、うん、あの私が一番見出しタイにしました。あー、なるほどね。でもあれだね、汗が滴る、いいね。うんうんうん、ね、やっぱいいですね、一番いいと思う。はい、そんなあなたはハリちゃん駄菓子パーティー。おめでとうございます。じゃあのんちゃん最後にちょっと、はい、そうだね、ありがとうございました。ちょっとこれからあの花山さんのキャッチフレーズを変えちゃう、変えていけるよ。ぜひまたね、会いに来てください。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。嬉しい、汗もしたから、ね、いい女、ね、すごい、うん、いい女。いや、いいキャッチコピーだね。そうね、聞いて、なんかね、うん、コメントでね、面白いの見ちゃったんだけど、ね、私の新しいキャッチコピー、永遠の29歳。あ、いいじゃん。まだ29歳じゃないけどね。あ、いいじゃん。29歳としても、としても永遠になるから。なるほどね。新しい29歳って大体さ、永遠の18歳だもん。そうね、ね、永遠の29歳ってなかなかいないよね。斬新ですね。いやーね、そもそもね、キャッチコピーでどうやって考えたんでしたっけ？なんでだ？なんでだろう、あれ、なんか多分、当屋上、うん、池袋そんなところで、うん、なんか初めて単独ライブやるから急いで考えたんですよ、うんうん、自己紹介とキャッチフレーズを。そしたら私今ちょっと後悔してます。もっとちゃんと考えればよかったって。あ、そうなんだ。でも、ね、これを機にね、え、でも私あれなんですよ、切れちゃう系女子って頭が切れちゃう系女子でもいけるなっていう。あー、なるほどね。怒る方の切れちゃうと頭が切れるの。はい、じゃあね、両方とも、ね、お電話がつながったということで、はい、じゃあ行きましょう。せーの、もしもし。あ、もしもし。あ、こんばんは。あ、こんばんは。お名前を教えてください。ジャイアンと申します。あ、ジャイアン、ありがとうございます。おい伸びた。それではジャイアンさん、八六にプレゼンしたい新、八六にプレゼンしたいメンバー新キャッチコピーの話し合いどうぞ。はい、まあ、花山さんの新しいキャッチコピーなんですけど、おお、あの八六の蜂蜜みたいな甘い人に花山翔です。おお、歌詞にあるもんね、しょうちゃんのパートで。そんな甘い人にかな。甘い人に、くすんでる、くすんでる、くすんでる、キュルキュルだから。え、甘い人によくない？もう、ジャイアンのキュルキュルね。ありがとうございます。あれだね、しょうちゃんのキャッチコピー決める日みたいな。ね、やっぱ流れ星ってやばいよね、結構。そうだよね、やっぱみんな流れ星やばいなって思い始めてるの。はい、ではジャイアンさんの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちと思ったメンバーはいまいちポーズをお願いします。せーの、いいねー。え、嘘、なんで、なんかそれ甘くないし、甘くない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 、ちょっとそれ余ったよ。でもさ、やっぱりさ、真剣に考えてくれたっていうか、なんて言うんだろう、頑張って甘い瞳だって思うと頑張ってくれた、その努力の人だったよね。それならいいな、そう、私はそれならいいな、それならまあいいね。ということでジャイアンさんプレゼント獲得です。
だってさ、目ちっちゃいじゃん。ちっちゃくないよ。マジで。ジョニオさん、ジョニオさん。髪のもキルキル。はい。絶対負けない。推しは誰でしょう。推しはあの金山さんです。おー、しまっちゃう。甘い富じゃない、甘くない。甘い富だよ。なんかしょっぱい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 ってどういうこと。汗みたいにしょっぱい、汗みたいにしょっぱい、汗みたいにしょっぱい、しょっぱい人みんな、しょっぱいって何だよ、何でも言ってくないわ。一番いいかも。はい、引いちゃってください。しょうちゃんも入ってるからね。じゃんじゃかん、はい、みふの駄菓子パネル。おー、ごめんよ。おめでとう。じゃあしおちゃん、ちょっと甘い瞳な感じで言ってやって。甘い瞳、はちみつみたいな甘い瞳で。甘くない。なんてちょっとでも甘い瞳、ね、嬉しいね、甘い瞳ね。え、嬉しい。ジャイアンさん、ありがとうございました。面白いね。面白い、面白い、ね、今残ってるパネルが3つありまして、モリリン2枚と、うん、そう、私、みほちゃん今出たよ。今出たよ。そうだ、しほちゃんだ、しほちゃん、おかしいしほちゃん、おかしいしょ、おかしいな、しほちゃん。モリリン出ないのってなんかすごいね、うん、私何、みんな引きたくない。いやだ、むしろ最後に撮っておきたいんだって。最後に撮ってるんだ。鳥なんだよ、鳥だよ。そういうことだ。鳥はモリリンしかいないってことだって。これでしほちゃんだったらしょうがないな。ビリケンみたいな甘い瞳の方がいい。あ、一番いいよそれが。あれですね、ビリケンに笑った顔に似てる。笑った顔がビリケンさんみたいって言われるんですよ。目が細いからね、やっぱり。笑ったらさ、目細くなっちゃうのはしょうがなくない。あの、これはあれだね、怖い怖い。よっ、ブーツ誰だよ。いいよ、いいよ、やっぱ新キャラいいよ、新キャラいい。いい感じに進んでいるんですけれども、ね、29歳の人に一番いいね。ねえ、みんな私のこと好きだね。可愛、ね、いお化けとかみんないろいろ言ってる。可愛いお化け、どういうこと。お化けなの。顔お化け。面白い。可愛いね、ちょっと一番いいのあるよ。ハリアは世界のセンターに立つ美少女でいいねだって。全然美少女じゃない。優しい。ハリマ、八六系の入り口とかあるよ。お、いいじゃん。ハリマ、八六系の出口。出口じゃない。いやいやいや、あ、じゃあちょ、みんなで店長のキャッチコピー考えよう。店長さんのキャッチコピー、一番人気みたいなのしか出てこないんだけど。確かに。そうだよね。特典解列一番長いと思う。一番長い。待ち時間が長い店長。なんか店長優しいよね。行列店、人気店。あ、一番さ、あれだよね、あの、知名度高いよね。人気店、人気店いいね、人気店。人気店、うんうんうん、知名度高しの、知名度高しの人気店、ありだな。ミシュラン店長。ミシュラン店長、ミシュラン店長、ミシュラン店長。星つ星じゃない、五つ星だな。五つ星店長。じゃあちょっとお電話がね、つながっているのでしょうか。はい、はい、じゃあみんなで行きましょう。せーの、もーしもーし。せーの、もーしもーし。もしもーし。おー、元気。おー、元気。もしもーし。はい、もしもーし。お名前、お、こんばんは。お名前教えてください。のりりんです。おー、のりりん、のりりん、のりりんです。のりりんさん、でも、もりりんございます。もりりん、のりりん。はい、じゃあちょっと、もりりんさん、八六にプレゼンしたい。のりりんだって、ちょっと、もりりん、自分の名前呼ばし、のりりんの、のりりん。今、のって言ってなかった、私。もりりん、ごめんね、ごめんね、ごめんね。のりりん、はい、ごめんなさい。のりりんさん、はい、じゃあね、はい、のりりんです。のりりんさん、八六にプレゼンしたいメンバーの新キャッチコピーをお願いします。あの、森さんのキャッチコピーを考えました。うん、おー、やったじゃん。かかってらっしゃい。かかってらっしゃい。インフルエンザにかからなかったじゃないですか。はい、そうね。そうですね。無敵なんで、私。はい。だから、とても元気ということで。うん。ですね。元気もりもり健康第一。あー、モリモリ、ね、元気モリモリ健康第一。いいじゃん。モリリンゴ。モリリンゴ。モリリンゴ。あ、なるほど。モリリンゴ。ちょっと。すごい。メモってる。メモってるぞ。あ、いいよ、これは。すごいね。なかなかいい評価をいただけてるんじゃないでしょうか。自己紹介も考えました。おー、すごいね。すごい。言っていいですか。はい、どうぞ。まずモリリンが、うん、
け、あの猪木みたいな感じで、うん、元気ですかまで言うんですね、うんうんうん、はい、元気ですか、みんなで、うん、おーって返すでしょ、うん、だから、言いますね、元気ですか、おー元気もりもり、勇気もりもり、笑顔もりもり、え、なになに、健康第一、元気もりもりもりりんご、おお MC 番長、あ、なるほど、こんな感じで、おー、ありがとうございます、細かくね、考えてくれてる、ね、嬉しい、じゃあのりりんさんの話がいいねって思ったかメンバーはいいねポーズ、うん、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズお願いします、せーの、いいねー、のりりんがすごい強いいいねだね、そうだね、めっちゃ嬉しそう、今日一のいいねじゃないでしょうか、ありがとうございます、ということでのりりんさんはプレゼントゲットです、おめでとうございます、のりりんさん、推しを教えてください、カニバレイラさんです、マジでか、あ、もうやっぱりもうイマイチだわ、イマイチ、どうやって変えるのよくないから、カニバレイラさんです、ありがとうございます、でもさ、これ私の入ってるからね、私のバーナーと、 そしたら私に教えしてもいいんだよ、別に、ね、いや、待って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 、バーナー、ちょっとさ、ちょっとさ、私の推し兵もやめよう、ね、わかる、はい、オッケー、元気もりもりりんご、結構いいよ、でも私そういうキャラじゃないじゃん、いけるかな、はい、黄金の青ちゃんです、おーすごい、黄金の私をプレゼントします、おめでとうございます、じゃあハリマから一言、はい、のりりんさん、いつも、ハリマレイナのことをたくさん見てくれてありがとうございます、ハリマレイナは、これからもとても可愛く美少女に成長していくので、はい、これからも見守ってくださいさい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、のりりんさん、バイバーイ、ありがとうございます、え、でもさ、やっぱ、うんうんうん、え、ハリマ推しって目合わないんでしょ、ハリマとそうなの、ライブ中どこ見てんのライブ中なんかさ、この前特典会で言われたんだって、ね、ハリマなんか目合わないねって、うん、そうなの私合わせてるつもりだったんだけど、なんか私、うんうん、ちょっとこんななんかなんだよハリマ推しかよって思っちゃったから、うん、ほっこりした話が聞きたい、あーね、うん、ほっこりした話よかったよね、また聞きたいよね、ほっこりした話、じゃあほっこり戻っちゃう、そうだね、戻っちゃうか、戻れる、え、でもさ、さっきのさ、完全にさ、私推しだと思ったじゃん、ね、おめでとうした、ね、なんだあれ、ごめんごめん、心の中で私推しだなって思ってた、ごめん、なんかさ、元気ですかってやるじゃん、私、じゃあちょっと今やるよ、じゃあ今それ、あ、やっちゃうやっちゃう、元気ですかー、あー、なんだっけ、元気元気もりもり、勇気もりもり、笑顔もりもり、何、健康第一モリリンゴみたいな、モリモリ健康第一、元気モリモリモリリンゴ、八六家の MC 番長こと森青葉です、よろしくお願いします、いいじゃん、でもなんか可愛いね、なんか元気よさそう、うん、でも、うん、なんか張り回しって言ったからやだね、やだね、めちゃった、なんでいや張り回しでは、でもめっちゃ嬉しかった、そうね、ブログ、でもさ、書きたいわ、美味しいものも聞きたい、私ちょっとお腹すいた、お腹すいた、たこ焼き全部食べちゃったんだもん、取ろうよ、美味しいものに行くか、うん、ほっこりか、ほっこりか、いいよ、じゃあ取って、じゃあ美味しいものがいい人、はーい、はーい、あ、もう決まりですね、美味しいものですね、やっぱお腹すいちゃったみんな、まあ私こんな腐れてる顔してますけどお腹すいてまーすまーす、じゃあね、お電話が繋がったということで、はい、美味しいものかな、美味しいもの のテーマでいきましょう、はい、どうせよ、せーの、もーしもーし、せーの、あ、よかったよかった、こんばんは、こんばんは、こんばんは、お名前を教えてください、そうです、そうさん、そうさん、そうそうさん、ありがとう、そうさん、そうごさん、はい、じゃあそれでは、そうさん、八六家におすすめしたい美味しいものの話をそうさんお願いします、そうですね、札幌とかで、札幌多くなってる、うん、
一日の締めくくりに食べるパフェ、うんうん、パフェパフェ、なんかですね、最近よくテレビとかでも見るんですけど、うんうんうん、締めっていうとやっぱりあのなんかお酒飲んだ後とかって思うじゃないですか、うんうん、なんだけど、うん、その締めのラーメンとかそういうわけじゃなく、うん、一日の締めくくりとしてパフェを食べるっていう、頑張ったね。どんなどんなどんなパフェ、どんないろんなお店がパフェを出してて、うんうんうん、札幌のね、だからなんかみんなライブした後とかにお疲れ様ってことでパフェ食べたりするのもいいのかなって、うんうん、でもなんかさ、うん、北海道だからさ、うん、なんか ね生クリーム系とかが美味しそう、美味しそうだね、ありがとうございます。聞くとみんな美味しいって言って、食べたい、ありがとうございます。それではそうそうの話がいいねと思ったメンバーはいいねポーズ、いまいちって思ったメンバーはいまいちポーズお願いします。せーの、いいねー、みんないい、あれきみちゃんは、えそっか、これは甘いものだよね、甘いものがでも最近食べれるようになったからからじゃあ、いいね、なにそれ、ちょっと狙ってというわけで、孫さん、はい、プレゼント獲得です、おめでとう、推しを教えてください。森さんです。おー、マリリン、これね、多分ね、お菓子衣装も私まだ入ってますから、お、そうだよ、お菓子にちなんでね、しおちゃんのか、私のかですね、あー、運命を出ちゃう、頑張れ、運命戦で、あ、破っちゃった、えお、お菓子衣装のあおちゃんのバナープレゼントです。おめでとう、すごい、私これ自分の当てんのうまいかも、すごいね、ありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます。北海道に住んでるんですか。北海道に住んでる、いいね、いいな、札幌っていう時点で優勝だよね。じゃあ、あの今度あの北海道にライブしに行きます、待っててください。来た、行く、行く、じゃあソウさんありがとうございました。ありがとう、ありがとう、いや、北海道だってさ、すごいね、白い恋人が食べたい、私あれ見たい、海鮮丼、ホタテ食べたい、ホタテ、ホタテ、ホタテ、あのさ、景色あるじゃん、綺麗な、あのあれ見たいんだよね、景色見たいんだよね、北海道いいな、北海道ってなんか動物園もあるし、海の幸も美味しそうだから、うんうんうん、昆布とか美味しいもの、美味しいものいっぱいあるもんね、1週間くらい食べて、はい、ということで、うん、はい、終了、カン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 、はい、いやちょっとね、投稿してくださった皆さん、はい、お電話ね、かけられ、残念ながらかけられなかった皆さんも、皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました。はい、あのね、はい、私たちちょっとお時間の方が来てしまったようなので、そうなんですよ、はい、ちょっと、ね、でもみんな 生電話のコーナーどうでした、楽しかった、楽しかったね、まあね、あのこれで電話もいいですけど、私たちに会える機会、うん、そしてあるので、うん、3月24日は滋賀で、滋賀アイドルコレクションに私たち出させていただきます、はい、そして次の日は、はい、CBC テレビの方のね、はい、イベントにも出させていただきます、はい、花咲かタイムズ、はい、皆さんぜひ来てください。はい、じゃあ MC 当番を決めたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ今日は何番にしますか、しほちゃん、ね、じゃあ2と4、うん、はい、おじゃあ2ちゃって、じゃあ2が MC ね、あ、でも告知当番さ、今日本当はハリマさんだ、ハリマだったんだけど、うん、無理だったから次ハリマじゃないかな、そうだね、お、うん、はい、あともう1個、じゃあ MC だけ、 MC よ、はい、で2番で、はい、引いちゃってください、はい、そして今 バナーがしょうちゃんのだけ余っちゃってるので、うん、それは来週やりたいと思います。なるほど、じゃあ MC 引いちゃって、せーの、はい、バババババ、よいしょ、あれ人足りる、はい、せーの、バーちょらの人、あ、はい、のんさん、じゃあ来週はのんちゃんと私で、じゃあ締めましょう、はい、はい、じゃあ来週、あのしょうちゃんのバナーは来週なので、以上、はい、はちみつロケットの8時まで8ロケットーン、来週も見てください、来週は水曜日の7時です、はい、じゃあねー。